絶対夏目先生人外だな、間違いに。なって終わった後言うんで、な言っただろ、なって言うんで見ておいてください。くるめめ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 くるめめ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 めくるめめ、ちょっと夏目先生押してほしいな。うん、マジ？ナイス、ナイス、ボタンです。ナイス、ナイス。スキップ、スキップ。オッケー、スキップ、スキップ。スキップ、スキップ。ハースのテーマが多いからね。耳かきです。耳かき。耳かき。ガキさん。耳かきですけど。お姉さんですね。あ、耳かき？お姉さん。あ、それは耳かきの子だ。お姉さんね、どういうこと？耳かきだとしてもお姉さんはよくわからんが。どういうプレイなの？どういうイメージを抱いてるの？どういうプレイが？お姉さんにやってもらってるとか。じゃあ誰かやってくれる方連絡待ってまーす。連絡？ミュートなんですよ。ピッ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 。パンかもねえなー、マジで。激白ボタンです。激白。激白ボタン。ごめんなさい、あの停電直そうとしたら階段降りれんくて直せんかった。ああ、ミニだからね。そう。ちょっと距離感。あ、ミニって階段降りれないんですね。なんか距離感が違うよ。だよね。階段降りれないっていうよりはダウンロードも判定が厳しくて。へえ、あれなんかかき、そうだからかきさん、かきさんがなんか停電直す板の前でうろうろしたから何してんだろうって正直すげえ怪しいんじゃと、あ、ウェルミネかなと思いながらドア閉まってませんでしたっていうか、どうのアーカイブ、アーカイブとリフトの間の七海さん開けていきましたよね。開けたっけな、アーカイブの、アーカイブの下は開けたし、左も開けてましたよね。お客さんどうやって入ったんですか。あれ左から行ったんじゃない？え、リフトからですよ。普通に寺蔵さんとかに見られてますけど。え、あのちなみに宿舎前、宿舎前は金庫室と行った方がいいですか、それ扉開いてました言った方が助かります。行った方がいいですか。カキさん乗ってましたよ、はい、了解です。それ俺もあの証言できます。なんでもったいぶるんですか。スキップしましょう。なんか、ね、ああ、私か。失礼失礼。やばいやばいやばい。これ時間稼ぎやな。砂波さんとかきさんの動画。ああ、LINE 見えちゃいましたか。私がかきさんを成長させようとする LINE が。お、チラチラ。わかりやすいな。絶対夏目先生、人外だな。間違いに。なって終わった後言うんで。な言っただろ。なって。読んで見ておいてください。青。青白。インポスターだな。モーフィングドミタ。青白茶。青白茶。影丸さんは、あら、初手はシャワーにいた気が、ん？あ、違う、初手はエンジン分けです。はい。うーん。あれ？あ、誰だっけ？もう一人エンジン分けの人。え、誰だっけ？ていうかエレキに行ってます、夏目先生と。嘘だ。本当です。え、ガチ？ガチです。影丸さんが？はい。いやもう夏目先生が悪いじゃん。待って待って、並走して、ね、ガチで。いや並走はしない。え？ほら。両方とも言ってるはず、エリキに。嘘つきなのか？えぐ。初手の方から言いましょう。
あ、ワキイチは影丸。もう最終目的なんで、僕が。あ、なるほど、はい。メインエレキってルートで。エレキ行ってるはず。夏目も同じルートだけど、カキさんとも会ってますね、エレキで。うん、一応夏目先生と987とかですれ違ったけど、そこにはいなかったかな。はい、その後に、上登った時に、ムツーさんが最後、なんか、はしごの上でダンスしてました。うん、そう、最終位置はその辺。メイン。じゃあ、はじける人は。影丸さんが何のタスクやってたかとかって、類推できませんでした？奥のタスク、中央タスクではない。わかんないです。わかんない。滝さんはどこに行ったんですか？あ、貨物脇で、それで、エレキで夏目先生と会って、最後はセキュリティで寺蔵さんがカメラ見とるのを見つつテープタスクやってます。センターはアーカイブにいました。パン君はミーティングにいました。あと誰か見えてたけど忘れちゃった。なだめも停電直したので、ちょっと白弾きしてほしいです。どこで？証拠機右は開けた人物いました。カメラが光る前、まあ誰も停電直してないって言ってるんだったら、影丸さんの乗っ取り以外はまあそのため直したっていう感じです。結構パンクミーティングに長いこと言ったよね。はい、オポチュニストです。それが言えるっていうのだけ。センターはさ、センターどんぐらいに影丸います？夏目してないんだけど。もうすぐです。僕がテープタスクやって、で上がる時に影丸さん見て、夏目先生をはしごしたぐらいですれ違ってって感じです。あ、マジで夏目が見えてないとおかしいと思いますか、センター？いや別に。で、合ってるよね。違ったらどうしよう。また夏目先生おるじゃん。いや、白黒、誰か白黒。誰やったっけな、右脇。殺される。これなら見つかるかな。あら。あら。どちらですか？先端さん、エンジン真ん中ちょっと上。エンジン真ん中。真ん中。エンジン真ん中ちょっと上な当たってただろ。しかもインポスター当たったでしょ。パン君も死んでる。パン君見た人は、しかもモーフィングも当たったでしょな。ちょっと砂ザメ今回単独だったんで、先に経路行っちゃいます。宿舎前、エンジンルーム、通信室、武器庫が最終、キッチンあたりが最終かな。多分誰ともすれ違ってないんで今先に出しました。あれなんでだろう。2人とすれ違ってて、エンジンだったら無理そうなのがヤーマンさんとカキさんで、夏目や最初アーカイブで本タスク、シャワーの右側のタスクやって、メインの女性に入って出てくるときにエレキからカキさん上がってきて、その前にヤーマンさんをシャワータスクのところに置いて出たんで、どうかないかなと思います。人4人会です。あ、その後に僕はカキさんとエレクで会ってます、だからヤーマンさん目線、僕無理だと思います。時間ないで。そうなんですよ。夏目先生ができるのかなと思ってたんですけど、その証言が出たんで夏目先生をなんか白く感じちゃいました。ありがとうございます。でも昨日のキル的に多分ムッツーさんか夏目先生がなんか結構今容疑地だったんで、今回もちょっと今回は夏目先生とムッツーさんどんな結構白位置にいるんですか？夏目は白位置にいるって思ってほしい。柿さん立って、山さん立ってる。そうですね。そうなったらダブルキル厳しいのかなって思います。これマックスどこ行った？僕ずっとアドミン情報。じゃあアドミン情報出して。ラスト展望1、テラゾーです。はい、キッチン1、多分砂溜め。はい、で、セキュリティに出てこない。あ、パンクだ、じゃあ。はい、で、電気室1、で、メイン2、夏目と柿さん、エンジン2です。千早、センターさん。あれ、はい、山さん抜けてね、なんか最後、ギリセキュリティ入ってるか入ってないかぐらいです、僕。じゃあ、エレキなんですか。宇宙さんが。ちょっと浮き位置になっちゃうように。つないと。ちなみに、ちなみにエンジンを計算できる人が、ちなみにエンジンからメインの方に移動してます。
エンジンからめっちゃ喋ってる。すいません。本当ごめん。すぐ押していいよ。ああすんないとキル入ったらもう負けだ。当たってた。よいしょ。あれ米サボが。頑張れ山さん。山さん頑張れ。ナイス。はい。押せなくて焦ったわ。あと初手切れに関しては、はい、影丸エレキでは見られてるけどその後どっか行ったって可能性もあるんで、まあまあでも今回ダブルキル起きたんでなんかそこの方がなんか絞りやすそうな気はしますけどね、うん、誰が一番容疑超えそうですか今のところ無痛さんですかやっぱり無痛さんとあと砂ザメがまあ単独行動だったこれでも最後俺セキュリティに入ったの誰か、まあ、でもセキュリティに位置怪しいのか普通に砂ザメさんって誰ともすれ違ってないって言ってるけど千早さんとなんですれ違ってないのそうなんだよね。うん。って思いました。なんだろう。であれば停電が一回起こったんで、多分見えてなかったのかもしれないです。あ、でも停電はね、即直せしたんで。最終メインに2位いたので誰と誰って言いました、ね。夏目と柿さんです。はい。ただ柿さんはセキュリティの方から来てるんですよ。僕目線。でもエンジンが3確かあって、最後2が両方メインの方に行って。ってなってて、シャワーとかそっち右側とかに全くいなかったから、全部左下に集中してたんで、しっかり覚えてるんで、シャワーから来てるってことはないと思いますけど。まあ、山本さんと夏目は確かにシャワーにはいました。まあ、結構前、そうですね、はい、結構前じゃなくて、最後10秒とか、まあ、5秒とかぐらいの話なんですけど。どこあったんだっけ、どこいたんだっけ、メンツさん。あ、今回であ前回、あの最終位置はセキュリティです。そこに行くまでの経路みたいな。キッチンで誰かに会ったのと、セキュリティ最後、セキュリティから出ていく誰かを見た気がするけど、それが誰かっていうのが、ごめんなさい、すぐ出てこないんで。カキが多分、うん、ヤーマンさんとムツーさんを置いていく形で出てきます。ごめんなさい、ヤーマン使用するんですけど、シェリフなんですよ。ムツーさん切っていいですか、まあ、切るんだったらもう釣っちゃった方がいいのかなとは思って。うん、多分ね、マックスさんして夏目がめちゃくちゃ怪しい。そうなんですよ。そうだよね。夏目さん、カキさんがめちゃくちゃ怪しく見えてるので。そうだよね。僕そうなると、ムツさん、カキさんなんかなって思っちゃってるんですけど。ムツさんって俺、切ればいいんじゃない？誰かキッチンで見てない、僕のこと。見たから無理だ。見てないな。キッチンかけど見てない、ムツさん。誰かいたんだよな。何色か分かんなかったんだよな。見たから殺されるぞ。もう一人住んなきゃいけないから全員ボタンを押しに行くと。コミュニティに。結構スキップ入るな。振られてなんぼみたいな。死んだ。でもナイス。ナイスですね。死んだ。強人としてはナイス。振られたからまあいいかという気持ちになってますから大丈夫ですか、ね、死体は見ましたか普通さん。死体見てないんですよ。あ、見てない。そう、死体はね見てない。天然カバイだ。なんかだんだん黒く、あ、ナイス。はーい、ボタン押しました。無痛さんで納得ですかね。これって無痛さんってどっちから来たとかって話してましたっけ。そもそも何も話してない。左からって言ってた、うん、左からって言ってました。キッチンからセキュリティみたいな感じの話を。千早さんってそっちから来ましたけど見てないですよね。マックスもそっちから来たよね。そう、マックスさんと千早でしょって展望に行ってるから、うん、おそわきとかしてたらどうだろうとは思うけど見てないと思うよ。まあ、合ってると思うけどな、そうなると。合ってる。柿ヤーマンって、ヤーマンさんって柿さんのこと疑ってる？疑ってます。若干ですけど。あ、わかんないですけど、その、例えば、ムツさんもセキュリティのキルだよね、パン君キル。で、はい、僕が若干疑ってるのが、何でしたっけ、今、ディスコード見てるんですけど、はいはい、そのためですか？オポチュニティスト。もう一個の方です。マットメイトかなって思っちゃってます。セキュリティから来た感じしたんで、もし無痛さんがそこで切ってるんであれば、それを黙ってるのかなっていうイメージです。はい。
でももう1キルはできないですか、山本さんですね。いや、どっちがどっちかわかんないです。でもこれって僕からすると、むつうさんかかきさんが。なんでラインかなって思っちゃってる自分はいます。自分はやっぱ夏目先生とかきさんのどっちか釣りたいですけどね、うん、この場面。ね、さすらば夏目先生じゃないかな。え、でも、もうそれだったら、うん、夏目先生が良いですか、ごめんなさい。はい、シェリフのヤーマンさん視点から夏目の視力弾けてると思います。それはヤーマンさんが強くそれを主張しないと夏目先生に似ています。そうですか。そうなんですよね。いや、ごめんなさい。それが僕はシャワーで、シャワー奥にいたっていうのを見てないので、その間に例えばベントで飛んでパン君を切って戻ってきてる可能性もワンチャンあるんで、まあワンチャンぐらいですよ。パン君は意味ないですよ。セキュリティなんで。じゃあヤーマンさんは夏目先生に入れます。僕やめてー。やだやだやだ。同じく入れました。うるさい、うるさい、うるさいです。入れるよ。これまだ二郎いる可能性もあるからね。もっと、はい、もうちょっと釣っていいと思うんだよね。何もっと釣っていいの？釣るんだったらマックさん釣ってください。釣るんだったらマックさん釣ってください。いや、これさ、ワンチャン黒黒？え、黒黒？両方？え、マットメイトです、僕。だよね、そうだよね。そうだよな。くそー、滝さんが切ったところを見逃してくれました。見てないんですよ、見てないんですよ、見てないのか、はい、たまたま見てないんですけど、なんか黒い位置に入れたからまあ良かったなっていう気持ちでいました、うん、あれって、うん、あの右展望のアップロードで死んでます。あ、そうなんだ、うん、あー、じゃあすぐ近くだったんだ、あれ。はい、もう下に下に下がありました。あ、うわ、あ、ジェルクールでは分かりない。そう、山さん、宿舎前通路の近くで、ちょっと死体の位置は分かりませんでした。宿舎前通路の下の扉をくぐったところらへんで着きました。ダウンロードかもしれないですね、ミニがやってるような感じがするんですか。あー、確かに、うん、確かに。ミニって今回誰です？めっちゃ僕ですけど、30秒経ってるんじゃないですか。感覚、一応数えてる感じだと26、7です、今。うん、よかった、踏み方してくれ、早 い,、ね、うん、早い気がする、ポスター言われてみれば、まあ、後にしろローラー対象っていうか容疑者対象ではあったので、まあまあ、まあ、あ、じゃあマットメイトいますか。いませんね。いませんね。うん、北澤さんか。いや、マットメイト、マットメイトなんですかね、私実は。いやいや、まあクルーメイトですけど、ちょっと、まあ、お客さんに入れます。オポチュニストいますか。何入れます。いたらどうなるの、それ。いたらまあまあまあ3人番でなんか、まだインポスターいるのか。じゃあ、そう、まだインポスターいるんですよ。それだと砂溜めさんになるの。お前さん、いやー、やったー、やったー、すみません、マットメイトでした。あ、しかも千早さんオポか。オポです。黒しか追放してない。黒しか追放してない。すごいね、そんな、サンローラー、3人つって3人なんか、冤罪地に入っちゃいますね、今回、なんかマットメイトが。今日は、まあまあ、仕事だからいいんだけど。うえ、みんな。結局ご主人も釣られたら意味ないよな。夏目ちゃん、結局どこですれ違ったんや。どこですれ違ったんだろう。本当に記憶になくって、まあ単純に間違い、見落としかもしれないっす。であれば、うん、山田さんはエレキですか。そうです、エレキの、あの、レバーのとこで、うん、メイヤーでした。夏目が殺しましたね。また、覚えてて、まさかそこに偉人がいるとは。ここにその夏目先生とムツーさんが、まあ、堂々容疑者位置に固まっちゃって、ムツーさん的には冤罪だ。出たのが助かったね。夏目は、僕停電中で逃げてずっとキルボタン押してたらめっちゃ早かったんですよ、ミニやったから。いや、あそこならワンチャン発見されたなと思ったんやけど、発見されるんですね、あそこ。自分マックスさんの言う通りエンジンにいてみんな切ってます、うんうん、あ、そうですよね、はい、あ、ナイスアドミン、強いアドミン情報だった。素晴らしい。そんなにアドミン見てないのに見たのが全部結構重要な情報、うんうんうん、そう、確かにすごい。マックスがアドミン見てると思ってたのになかなか出ないから、マックスなのかって思って。